ちゃ楽しかったです。ちょっと最初なんか一瞬借りてきた猫みたいになっちゃったんですけど、何を思ったのか全部カバーつけてくださいって。なんで？めんどくさ。やばいですよね。やばいですよね。お二人ともトークも上手いし、もうギターもね上手だし、親しみやすい側面とこうプロの側面をなんか両方見れた気がしました。すごいあっという間、本当にあっという間でした。え、もう終わりなんだ、もっとあと5曲ぐらい歌っていいですかぐらい。中村の思い出アニソン同好会、ぜひ見てください。